皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しております女神デバイス、ありすぎアイギス、愛川愛花仁愛になります。女神デバイス準拠のありすぎアイギスのキットって、全部が全部ではないんですけれども、既存のキットの名前の後に漢字二文字つけるバージョン違いのキットってちょこちょこありますよね。と言いましても、私が知ってるのは吾妻楓の楓伝ぐらいなんですけれども、今回の愛川愛花も仁愛という二文字がついたナンバリングで言いますと 3.1 という扱いのキットのようです。ただ私の場合、愛川愛花無印の方のキットをそもそも購入できてないので、今回のこのキットを購入できて非常に嬉しかったです。で、話はちょっと変わるんですけれども、このありすぎアイギス、皆さんアプリの方プレイされてますか？プレイされてる方は皆さんご存知だと思うんですけれども、今回のこの愛川愛花仁愛、10月の28日発売だったんですけども、10月28日からありすぎアイギスアプリの方でもこの愛川愛花仁愛のピックアップガチャ来てますよね。だいたいこれまでの傾向で言いますと、予約を開始した時点でまず1回目のピックアップがあって、発売日に2回目のピックアップって感じですよね。で、私アプリの方でこの愛川愛花の仁愛ゲットしております。ただ今回の発売記念の方ではなくって、予約開始の方のピックアップで運よく引くことができました。予約開始時点でこのキャラがゲットできたということは、もうこれはプラキット買いという、天の告げ、そう思っても間違いないですよね。てなわけで、パッケージの方をご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっておりまして、お花大好き中学生の女の子、愛川愛花ですね。今回のキットピンクベースになってますので、非常に可愛らしく愛花らしい雰囲気をいかんなく発揮してるんじゃないかななんて思っております。で、ボックスですけれども、このぐらいの布ですね。過去の吾妻楓とか一条、あれと同じような大きさになっております。私がこの間購入した女神デバイスのキットっていうのは、玉物前だったり、前回の金型すぐみみたいにむちゃくちゃでかい箱だったので、妙にこの大きさだと安心するんですよね。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品の写真、淡いピンク色綺麗ですよね。で、この方に素体モードとか、このスキル発動時の緑色のボールを持ったポージングとかも可愛らしく決めております。で、このそれに反しての物ごっついハンマーのような武器で、ボーナスパーツとして新カラーのドローンが付属、撮影集ってこの文字についてはデカールが付属しておりました。で、一番右端がいつものようにマルチカラーキットということで、パチ組無塗装、デカールすら貼ってないキットで、今回のキットなんですけど、前もってデカールとか見たんですが、この状態で個人的にやっぱり一番目がいくのが、このすぐ左の写真でもそうなんですけれども、太ももの部分、ボトムスギアについてるこの白いラインなんですよね。一瞬これデカールが付属するかと思ったんですが、付属してないようなので、ベースのピンクは私の場合このまま組むんですけども、せめてこういった差し色の白のところとかは、なんとかかんとか頑張ってちょっと色を足しておこうかなと思っております。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、付属するフェイスパーツは3種類、キリッと、微笑み、照れ、何々顔じゃなくって、このキリッとって表現もなかなかいいですよね。で、下がデカールシール、上の方がドローンの撮影中だったり、あとマーキング、このピンクっぽいのはこれ方便ですかね。で、下の方が非常にたくさんの種類のアイデカールとなっております。あとは注意書きですね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。この大きさの女神デバイスのキットっていうのは作るの久しぶりなんですけども、そうは言っても中のランナーパーツむちゃくちゃ数が多かったので、ランナーについてはなるべく手短にささっとご紹介していきたいと思っております。まず一袋目がこちら、これ小指のピンクですね。脚部のパーツであったり、反対側にここにこの円弧状のパーツがあるんですけども、これちょっと無印愛花の時のパーツで、今回は余剰パーツになるようなことが書かれておりました。で、次こちらが、これもギアのパーツですね。で、ここですね。これが例の太もものところにつくボトムスギアの、ちょうどイラストでここのパーツなんですけども、一応こういったレリーフがありますので、このラインに沿って白で、下出るか何かを筆塗りしようかなと思っております。で、次こちらが太もものところにつくリング状のパーツであったり、この辺はこの背後を浮遊している、こちらのパーツほどコルパーツっぽいですね。で、次こちらが頭髪のパーツと、反対側がペールオレンジ、これ太ももですかねのパーツになります。で、こちらが膝の二重関節っぽいパーツと、反対側は形状から言ってすねっぽいですね。こういった細かいレリーフが、あ、これ武器ですかね、施されております。で、次こちらが黒いパーツ、ボディ部分インナーの黒だったところですかね。で、反対側がこれ手持ちの武器の軸の部分でしょうか。で、次にこちらがハンドパーツ、素体用と武装用で2種類ですね。数は 1,2,3,4,5,6,7 種類、多分こういった軸の一体成形のものもありますので、形状としてはおなじみの5つのパターンかなと思います。で、次こちらがどっかのカラー再現、これ本当に白に近い乳白色っぽいような薄い淡いピンクですね。反対側がペールオレンジのパーツで、こちらが
クリアパーツ。まあ、投資にありますけども、多分これについては今回の愛会では確実に余剰パーツですよね。で、次にこちらが展示ベース。あ、イエローのクリアパーツなんですね。なんかちょっと意外な気がします。で、こちら、一言で書いてましたけども、これもどっかギアの部分、細かいレリフとか、ここについてはスミールするといい感じになる気がします。数多いですね。で、これが同じく、ブルーのクリアパーツ。で、さらにこちらも、これは黒ではないですね。真っ黒ではなくって、若干濃いのがかかってます。どっかのジョイントというか、カラー再現パーツですね。まだまだありまして、めちゃくちゃちっちゃい。これ手首とか、そういったところのジョイントですかね。素体用と武装用で色が2種類ありますけども、ハンドパーツの種類1個ずつ全てに付けれるぐらいあると交換が楽でいいですよね。で、なんか似たようなものがもう一つ。素材の違いですかね。どっちかが A ベースでそっちかがそうじゃないみたいな。で、こちら、鮮やかな色。これもどっかのカラー再現のパーツだと思いますけども、目に痛いぐらいの鮮やかな色してますね。ちょっと手前に置きまして。で、さらにさらに、これも、これクリアパーツですね。黒っぽい、グレーのクリアパーツになっております。まだまだあります。これもギアだと思いますけども、まあ、こういったとこ、墨入れをしてください。言わんばかりのレリーフですね。で、さらに、多いですね、数の。で、これが濃い紫色と、淡い薄いピンク。なんか、分量というか体積はそうでもないんですけども、袋の数すっごい多いですね。これがスキルの時のグリーンの、この球体のパーツですね、こちらが。うん、置くとこなくなってきた。で、これも股関節とか、これ腰部とかの可動のパーツですね。グレーのものと黒いもの。で、まだありまして。で、こちらもガンメタっぽい色のパーツと、これは膝の関節か何か、肘かなわかんないですけども、そういったところのパーツだと思います。ピンク色になってます。で、こちらが、これはハンドパーツですね。これ専用の武器のための持ち手ってどこでしょうか。で、こちらが部分塗装された腕ですかねのパーツ。このピンクのところが多分塗装されてるところですね。なんか置くとこだ。本当なくなってきましたね。で、こちらも部分塗装されたパーツ。これ多分フロントスカート的なところと、これは胴体のボディの部分ですね。で、まだまだあります。で、これも部分塗装されたパーツ。まあ、腰部、腰回りのパーツですね、この辺は。で、こちらも、どこだろう？これどっかのカラー再現だと思いますけど、A1 の1個、1個だけのランナーとか、こちら反対側もそうですけども、かなり細かい色の使い分けで、ランナーが非常にたくさんの種類になってますね。で、これもそう、トワスの前髪の部分ですね。こんな感じになります。数めっちゃ多いですね、本当に。で、これが最後、違う。で、これが、フェイスパーツ。これがキリッとですかね。で、これが、微笑みで、これが、困ってる感じですかね。テレビってことでしょうか。で、あとはこれも、部分塗装されたピンクのライン入った。まあ、これ、マシンニカの肩の部分ってとこですかね。で、ブラキットが以上で、最後こちらがデカール。上が、これがアイデカールで、こちらが撮影中っていうこの文字とか、あとこのロゴのもの、あとこれは方便ですね。のデカールとなります。キットはこれで全て以上となります。箱の大きさがどちらかというと一般的なキットっぽい気がしたので、まあまあお手頃なものかと思ったんですけども、いざ箱から全部のランナー出してみますと、この分量というかこの種類ですからね、細かい色の違いも含めてかなり成型色が分けられております。これは作りごたえもそうですけども、出来上がりのカラー再現度も非常に高そうな、そんな気がしております。では最後こちらに作り方の説明書。アリスギアアイギス。アイカはアイカ。ジンアイですね。で、中の方に参りまして、これ結構分厚いんですけどね、説明書。まずは塗装済み完成品の写真、アクトレス説明とか、ここにイラストと普通の巣立ちのポーズですね。で、横がこの巨大なクロスギアを構えたポージングですとか、これは素体の状態の写真。で、下にスキル発動時のこれポージングですね。で、次のページが注意書きがありまして、まずは1ページ目のパーツリスト。で、今回このパーツリスト見て思ったんですけども、完全なランナーの状態そのままではなくって、この外枠で、外枠とパーツが繋がっているところは全部省略されているので、パーツの形状がはっきりわかるようになりましたね。で、余剰パーツとか使わないところはグレー。これが1ページ目。で、次のページが2ページ目。こちらも、この分ですね。これは多分、無印アイカの時に使用したパーツ、今回使用しないってことですね。で、こんな感じになってまして、まあまあなというか、かなりの分量になっております。で、次のページのところに、まずここにハンドパーツの種類ですね。で、作成の方に入りまして、まずは頭部から。まあ、アイカはアイカ自体、大きさ的には1畳とか、金仕合したのに近いんで、同じような感覚で作っていけると思いますけども、キャラで言いますと、相川さん初めてなので、そしてむちゃくちゃ可愛い子なので、丁寧に作っていこうかなと思っております。で、この胴体の可動につきましては、腰部の軸に上下のスライドはないですね。小柄ですから。で、太ももとか、腰部をくっつけていって、胴体の完成。で、次のページで今度は、
右腕の組み立て。で、これ今改めて思ったんですけども、この完成イメージってこのモノクロの写真がつくんですね。今から作るのはここの部分ですよとか、で次が左腕の組み立て。特定のポージングの写真で該当するところを抜粋しているので、この左腕の写真と右の写真違うのは仕方がないですよね。で、次のページで右足の組み立て。で、次のページで同じ今度は左足の組み立て。で、全体を連結して素体モードの完成。で、展示ベースの組み立て方と使い方が書いてあります。で、今度ここはアクセサリー装着頭部の組み立て。これもそうでね、完成イメージの写真がありまして、この中に前髪交換しますよっていう指示ですね。次のページで今度はトップスギア右腕の組み立て。よく見ると該当するところは濃いめのモノクロになってて、周りがちょっとこのグレースケールっぽく、まあもともとグレースケールっちゃグレースケールなんですけども、より薄い感じになってますね。で、今度はこちらで左腕。で、こういったトップスギア右背部、トップスギア左背部。ものすごく似た形状なんですけども、写真のアングルが違うので一瞬別物に見えますよね。で、次のページの方でトップスギア背部の組み立て。これは真ん中の軸の部分ですね。で、今度はボトムスギア大腿部の組み立て。で、今度はボトムスギア右足。こんな感じに組んでいきまして、で、次のページで大腿部分と連結させて、右足の完成。まあ、ここのラインですよね。ここはなんとか綺麗に白く塗れたらなと思っております。で、同じような手順で今度は左足の作成。で、両手両足が完成しましたら、素体状態から武装モードにするんですけども、今回のキット、肩については流用ではなくって、武装と徒体、それぞれで肩の部分あるんですね。脚部については太ももの下を交換という感じです。非常にやりやすいんじゃないでしょうか。で、背部にトップスギアを取り付けて、展示ベースに立たせます。で、ボトムスギアの脚部の可動のことであったり、展開のことが書いてあって、で、これ武器、ショットギアの組み立て。次のページが、ショットギアが完成して、今度はクロスギア、これでっかいハンマーみたいなもんですね。工程のところが、ヘッドの A が ×4、ヘッドの B も ×4、ヘッド C が ×2。こういったものをたくさん作っていって、真ん中の軸の部分に外側からくっつけて、クロスギアの完成。で、次のページが、スペシャルギア、このエフェクトのパーツっぽい、この緑色の球体ですね。を作ったら、武器の持たせ方。で、対象ドローンの組み立て。これ撮影中っていう例のデカール貼るとこですね。あとは、フレガシリーズの頭部の交換とか、フィグマとの頭部の交換方法が書いてあります。で、最後のページが、カラー&デカールガイド。まあ、デカール自体、こちらのですね、こういったマーキングについては全て綺麗に貼ろうと思うんですけども、要はそれ以外のカラーですよね。パッと見た感じ、この素体の方の状態でも、この脚部とか、なんか墨入れっぽいものが施されてますし、この武装の方についても、この白いラインですね。まあ、太もものところとか目言ってましたけど、このすねのパーツ、ここはなんか白いラインとかピンクのライン入れる必要があるっぽいので、ここについてはさすがに目立ちますからね、なんとかやっていきたいなと思っております。あとはこのクロスギアの、こういった陰影のところですね。こういったところも薄くグレーで墨入れできればなと思っております。まあ、そんな感じで作っていこうかなっていう感じですかね。説明書以上、こんな感じになります。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では、ここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回なんですけども、私の方でちょこちょこと色を入れさせていただきました。ただ、塗装につきましては、塗るべきところが塗ってなかったり、塗ったはいいけどちょっと色が違ったりと、まあそういったちぐはぐなところが散見されるかもしれませんが、その点だけはご容赦ください。では、まず付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずはこちら。
毎回ついてくる簡易的なスタンドですね。アイカはアイカのキットにしてはこのオレンジ色っていうか黄色だとちょっと意外だったんですけども、実はこれ使ってみても特に違和感なかったですね。いつものように高さも変えることができますし、角度も変えることができます。続きまして大量のハンドパーツ。今本体ですとかここに置いてありますこの武装用の腕ですねについておりますのが指の揃った開き手。それ以外形状としては4種類ですね。で、上段の黒い方が軽装素体のもの、下のグレーのものが武装用のもの、左から開き手、握り手、武器持ち手、人差しの伸びた武器持ち手で、ちょっと間開けまして、その隣の2列が手首の可動軸ジョイントも一体成形となったものになります。で、右下の2つにつきましては後でご紹介します、クロスギアを持たせるためだけのハンドパーツですね。この2つにつきましては他のハンドパーツと違って硬いプラパーツになっております。それ以外のものは PVC 製ですね。ハンドパーツはまあ形状としては5種類、数は非常に多いですけども、軽装用と武装用2種類付属します。続きましてフェイスパーツ。今本体についてますのが微笑みのものですね。で、それ以外まずこちらがキリッとと書かれてたものになります。で、もう一つこちらがテレですね。ただまあ今回アイカはアイカの場合、まあ、ご覧いただいて分かりますとおり前髪が結構多いので、いざこれ付け替えてみてもあんまりこの眉毛のところが正面から見ると見えないので表情の違いは分かりにくいんですけれども、まあ近くでよく見ればキリッとしてたり照れたりとそういったことがちゃんと分かる可愛らしいフェイスパーツ合計3種類が付属します。次にですね、ちょっとこの辺飛ばしまして、ボーナスパーツとして付いてきました撮影用のドローン、こちらですね。これにつきましては一切塗装はしておりません。まあ本来塗装すべきところあったんですけども、成形色のみとなっております。で、こちらにつきましてはこの両側のこの羽というかこのプロペラのところですね、ここについてはこんな感じで畳んで格納することもできますし、ここちょっとアンテナでしょうか、この部分が上下に稼働させることができます。で、この撮影中ってところなんですけども、まあこれデカールを貼った土台をクリアパーツなんですけども、このクリアパーツにつきましてはこういったつるんとしたもの以外にもこういった下に 3mm の軸がついたものがあります。まあ、これは使用するスタンドとか使う状況によってどちらか選択するってことになるんですけれども、まあ、個人的には、まあ、実はこのドローン自体もここに 3mm ピンがありますので、まあ、ここあれば十分だよっていう場合、こちらにつきましてはこの下のピンのところから切ってしまうとかして、まあ、スナップフィットキットですので用途に合わせて撮影中のものとそうでないものというふうで分けて使ってもいいかと思います。それ以外のこのごちゃごちゃしたものは全て武装用で使うものですので、改めてご紹介するとしまして、アイカはアイカ本体の方のご紹介してまいりますが、こんな感じですね。まあ、この状態だと分かりにくいと思うんですが、例えば一般的な女神デバイスのキットと比べてみても、こんな感じで結構身長の差ありますよね。やっぱり設定通り小柄な女の子っていうところがキットでもきちんと再現されております。ではこちらの方も上から順に可動も含めてざっとご紹介してまいりますが、まずはお顔。こんな感じですね。まあ、これがいわゆる微笑、微笑みのものなんですけれども、やはりこの状態でも前髪のボリュームがありますので、眉毛が見えないんですよね。ちょっと下から見ると眉毛見えるんですけれども、個人的にはフェイスパーツ書いてもあんまり症状の違いが分かりにくかったので、まあ、気持ち残念な気もしますけども、まあ、お好みに合わせてこの前髪とか空いてみてもいいかもしれません。で、頭部ですけれども、この頭のこの編み込みですね。これについての3つのパーツで綺麗に再現されております。で、可動については頭部側がボールジョイント、首の真ん中に左右ちょっと見にくいですけども、可動があって、首の付け根のところに前後可動。特に周りに干渉するものはないんですけれども、この髪の毛が結構すぼんでて、首周りに集中してますので、そんなに可動範囲大きくないんですけれども、前とか、後ろ、まあまあ動かすことができます。で、肩腕周りですけども、まあ、マシニカベースですので、肩についてはこの肩の付け根、この肩の土台ごとを前に持ってきて大きく稼働させることができます。で、腕についてはここがボールジョイントで、ここの部分にロールがあって、肘についても大きく曲がりますし、手首についても可動軸ジョイントをぐりぐり角度を変えることができます。で、胴体ですけれども、この背中の方ですね、こんな感じになっておりまして、で、個人的にですね、この真ん中のこのワイの字みたいなこのパーツのところ、本来上とかこの下の部分ですね、これと同じような色で塗るべきところだったんですけれども、ちょっと塗りに失敗してしまったんですが、意外とこれがウェザリングした金属っぽいような感じになったので、いい感じで上との親和性はないんですけども、個人的には気に入ってこのままにしております。で、胴体の可動ですけれども、この胸部の下のところ、ここに前後左右の可動接続がボールジョイント、この部分だけでも前後とか左右とかぐりぐり大きく動かすことができます。続きまして脚部、股関節周りですけども、まあ、これ過去にご紹介した小柄なキットと同じく、股関節の位置についてはここから引き下げるというギミックはありません。この位置のみで前後稼働します。とはいえ、この腰部の部分ですね、この部分はカタカタ動いて干渉を避けることができますので、この状態のままでも脚部については前に大きく動かすことができます。まあ、後ろについてはこの塩ビみたいなところがあるので後ろに行かないんですけども、横方向についても大きく展開させることができます。で、一つこのキット、まあ、過去のもしかしたら一条彩香とかもそうだったのかもしれないんですが、個人的にいいなと思ったのがこの太ももの付け根の部分、ここの部分ですね、大きく穴が開いてるように見えますが、正面から見るとこの切り込んでるのが分かると思います。
切り込みがあるからこそこの股関節のパーツ、ここの部分に来てもちゃんと干渉せずにこの太ももがぴったり設置できるところまで足を閉じることができます。まあ、やっぱ女の子のキットっていうのは武装によっては仁王立ちっていうのもいいんですけども、こう足をきちんと揃えてスッとした状態で立たすポージングが取れるっていうのがいいですよね。で、太もものここの部分にロールがあって膝についた言うまでもなく二重関節、まあ、正座できるぐらいまで大きく曲げることができます。で、足首につきましても前後に大きく稼働しますし、つま先に独立の稼働もありますので角度を変えることもできます。まあ、この愛花は愛花の場合、小柄なら小柄ならではの工夫が凝らされているので、しかもこのメインカラーがピンクですからね、非常に可愛らしい。単体で飾っておいても、なんだったら武装せずにこの軽装なままで飾っておいても可愛らしいキットですよね。では次に、フル武装の状態をご紹介したいと思いますけれども、まずその前にですね、手持ちの武器、ショットギアとクロスギア先にご紹介したいと思います。まずはショットギア、こちら。名前はフラワーバーズというらしいです。プレゼントコードを打ち込んでアプリの方で確認しました。まあ言うなればハンドガンプラスここにミサイルポッド的なものがついております。特に稼働ギミックはないんですけれども、このミサイルポッド的な部分をこんな感じで着脱したり、でこのドラムマガジンみたいなところここも外すことができます。あと今回のキットの中で余剰パーツということで、このミサイルポッド的な部分ですね、ここの部分いくつかミサイルが発射した後とか、この蓋が開いて中にミサイルが格納されているようなパーツがありました。今回のキットで余剰パーツで使わないということだったんですけれども、お好みに合わせてそれをこちらの部分につけて発射シーンの再現、そんな風に使ってもいいと思います。そしてクロスギア、こちらですね、ごっついハンマーにしか見えないんですけれども、名前はティンクルブーケという名前らしいです。まあブーケということなので花束ってことなんでしょうか。そうは言ってもかなりこれはこれでぶん殴ったりするとかなり凶悪な鈍器みたいになってますよね。まあところどころ墨入れしたのと、中途半端な部分塗装だけしましたので、実際の塗装済みのものと比べるとかなり見栄え落ちるんですけれども、で、こちらを両手で持って構えることもできるようになってはいますが、ただこちらご覧いただいてわかります通り、かなりこの先端部分に重さがあります。以上、ピン穴らしいものは、こっち側にあるんですけれども、この重たい側に何もないので、先ほどもターンテーブルでご覧いただいたときに、食玩ベースのさすまたみたいなもので支えましたが、ちょっとこちらの方もですね、なんか奥まったとことか、あるいは補助パーツか何かで、これ自体を支えるものがあった方が良かったかなと思います。ただそうは言いましても、先ほどご紹介したハンドパーツとかできっちり保持させることはできます。ただ保持させることはできたとしても、スタンドの軸側がその角度を維持できないので、やはりこれを持って構えさせるときには、これ用の支えは別に用意した方がいいと思います。次にこちらがスペシャルスキルの時の、まあ弾ですね。実際アプリの方でも、こういった球体を胸元で発生させて、周囲にこの光を展開させて、体力ゲージを回復させるという効果がありました。で、こちらなんですけども、この下のところに3ミリのピン穴がありますので、これはこれでスタンドに立たして、手元とか頭上に浮遊した状態で置いておくことができます。で、残りのものが直接体につけるギアだったりするんですけども、つけてしまうとちょっと紹介しにくいところがありますので、ボトムスギアの、ここの部分ですね、のギミックについてご紹介していきます。まずここの部分ですけども、スキル発動時に若干展開します。まずこの上の部分ですね。ここの部分をこう引き伸ばして、まあ抜けてしまうんですけども、良きところでこう軽く止めておいて。で、下につきましてはこの部分、一旦外して、これを展開した状態のものが別途あります。これも全然違う色で塗ってしまったんですけども、本来これは土台の部分を黒。で、このピンクで塗っちゃったんですけども、説明書の中の塗装済み完成品のこの部分の色がピンクに見えたんですけども、アプリの方で見るとどうもゴールドっぽいので、この土台の部分は黒。で、このピンクで塗ってしまったところ本来ゴールドで塗った方が良かったかもしれません。で、これをここに差し込むことによって、このボトムスギアのこの太ももの部分がですね、上下に展開した状態を再現できるようになっております。で、この上下に展開するこの部分自体も、この太もものこの脇の位置、ここで固定ではなくって、これが今一番上の状態なんですけども、この状態から中ですね、クランクになってます。で、太もも側の接続は固定なんですけども、このギア側というか、ここのパーツにつきましては、中のクランクの軸が上下にスライドさせることができます。これが目いっぱい上に上げた状態なんですけども、下に下げつつ、この接続の位置ですね、をこんな感じで下げますと、こんな感じで一番下が膝のあたりまで下げることができます。上がっている状態のものと比べると、こんな感じで結構高さ変えることができますよね。ただ、アプリの方でもこの状態確認したんですけども、あんまりこれが下まで行ってるような印象はなかったので、こう上まで上げておいて、で、ここの部分展開するときにはちょっとこう外に出す感じでいいかなと思います。では、これいったものを取り付けてですね、武装状態といいますか、ギアを装着した状態に、愛花は愛花していきたいと思います。ちなみに各パーツにつきましては、これが背中の方で浮遊するギア、で、これが腕の部分で脚部、で、これが前髪ですね、装飾品がついたもの。で、このちっこいのは腰の後ろにつくものです。
正直あんまり目立つものではないんですけれども、こういったものを装着して愛か愛か言うなればフル武装状態にしますとこんな感じになります。1個前の金型すぐみとか、あとはカネシアシタラのバージョンガネーシャ、こういったキットがごつくて派手すぎたせいもありまして、愛かは愛かの陣愛、今回こうやって見てみると非常にシンプルでスッキリしたデザインはしてますけども、本来アリスギアアイギスのギアってこのぐらいの規模ですからね。これはこれで非常に可愛らしいですし、シンプルな中にも愛かわらしさもあって非常にいい武装状態だと思います。で、今スタンド使って立たせてますけども、まあ後でご紹介しますけれども、このつま先というか足首部分がですね、非常に小さくて自立できなくはないんですけども、まず無理なので今こうやって付属のスタンドを使用しております。ではせっかくのちょっとスタンド一回外しまして、この状態で愛かわ愛かの武装状態ご覧いただきたいと思いますけれども、頭部とかがこんな感じになっておりまして、この看護師さんのようなこの部分ですねがついたので、より可愛らしさが増してるんじゃないでしょうか。で、背中のこのギアですね、濡れてないところもありますけれども、これについては特にこの部分が動くそうですけど、可動は一切ありません。アプリの方でもここの部分を使っているであろうスキルの状態確認したんですが、この位置から特に変わらずこう向きが変わるだけだったので、まあこれはこのまで全然問題ない、ちゃんと原作を再現されているものだと思います。で、腕とかにつきましては色は変わりましたけれども、基本的に造形は軽装状態とものが変わってないので、可動についても変わってないですね。肘の可動とか手首の可動とか。で、あとはこの脚部につきましたボトムスギア。結構塗りムラというかあまり綺麗ではないですけれども、ここの白いラインですね。これについてはなんとなくレリーフに沿って塗装することができましたので、まあ近くで見るとあらは目立つんですけども、ある程度離れてみればきちんと設定通りに塗れたかなと思っております。で、ここの部分にロール柄のは変わりませんし、膝についてはこういったちょっとごつい形状になりましたけども、ぐいっと曲げれば、まあ正座は無理ですけども、ここまでかなり大きく曲げることができます。で、足首ですね。ここの部分がですね、もうほんと馬のひづめかっていうくらい小さいので、まあ一応このまったらな面もあるので、ここの部分で角度合わせれば自立はできなくはないんですけども、まあここで立たせることはやめた方がいいですよね。で、可動につきましては後ろがこのぐらい。前についてはこんな感じ。結構大きく可動させることができます。まあそれ以外にも、ちょこちょことこのギアを装着した状態の方でも墨入れだったり部分的に塗装はさせてもらったんですけれども、個人的にはこのボトムスギアのライン、ここを塗っただけでも満足しております。ここが線が綺麗に入っているだけでもだいぶ違いますからね。で、全く余談になってしまうんですけども、実際アプリの方でも愛かは愛かの陣愛アクトレスキャラクターの方ですねの方は持ってましたので、早速このプレゼントコードを利用してこのギアを一式もらって、レベルの上限70だったんですけれども、そこまで育てて実際クエストの方で使ってみました。個人的な印象としては金型すぐみほど攻撃に特化したという印象がなくって、意外とのショットギアが使いにくかったので、ただまあそうは言いましても、このアイカワイカの場合、アリスギアアイギスの世界の中では非常に珍しいというか貴重な回復スキル持ちですので、いわゆるロープレでいう僧侶枠みたいな感じで恒常的に出撃するパーティーの中に組んで、現状金型すぐみ、吾妻会で、アイカワイカの3人でいろんなクエストの方を周回しております。なんて話はどうでもいいですよね。ただ元々のこの愛かは愛かのキャラクターの設定というか性格のこともありますし、それでいてこのキットのこの可愛らしさ、この色合いもそうですよね、が非常にこの可愛らしいお花好きなおしとやかな愛かわらしさが出てて、見ているだけでほっこりするようなキットだったんじゃないかなっていうふうに思っております。アリスギアアイギス、愛かは愛か陣愛はこんな感じでした。というわけで今回は女神デバイスアリスギアアイギス、愛かは愛か陣愛ご紹介させていただきました。私にとっては無印アイカを購入できていなかったので、今回のこの陣愛購入できただけでも嬉しいんですけれども、このピンク色をベースとしたギアの色っていうのがアイカワらしくて非常に可愛らしくて良かったですね。まあそんな中でも、まあ残念というかどうしようもないことではあるんですが、前髪のせいで眉毛が隠れてしまって表情の違いがあんまりわからなくなってしまうっていうのはちょっと惜しいなって思いましたね。イラストとかであれば前髪があろうがなかろうが眉毛をくっきり描くことによって表情の違いっていうのははっきりわかるんですけども、まあこの辺はパラキッドの宿命ってとこですかね。あとはあの巨大なクロスギア、やはり先端部分が結構な重量があるものですから、専用のハンドパーツを持って両手で頭上に構えるとか、そういった腕で支える分にはいいんですけれども、スタンドというかスタンドと本体をつないでいる軸の部分がその重さに耐えられずに向きが変わってきたらしまいますので、やはり先端部分に3ミリピンを設けるための補助パーツとかあると良かったですね。ただまあそんなことを言いながらも、愛川の可愛らしさをきちんと再現されているキットですので、今ご覧いただいているようにショットギアを構えて可愛らしいポージングで飾っておくだけでも素晴らしい仕上がりになってたと思います。アリスギアアイギスをプレイされている方、愛川愛川がお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。
というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。